竹山慎吾は愛知県名古屋市緑区出身の元プロ野球選手、コーチ、宇藤右内。2020年シーズンからは中日ドラゴンズ2軍バッテリーコーチ。中学時代は名古屋市内では強豪の緑クラブへ入団する。中学2年生の頃から正捕手の座を勝ち取り、卓越した強権、強打で打順5番6番を務める。 明かりのない夜にキャッチャーフライをしても、音と感覚で、場所が分かり見事にキャッチすることがこの頃からできていた。2002年度ドラフト会議にて、横浜ベイスターズから従順目指名を受けて入団。横浜時代2005年、フレッシュオールスターゲームに出場し、優秀選手賞を受賞した。2006年、序盤から一軍に控え手として待機していたが、出場機会はなかった。 2007年、イースタンリーグにおいて、出場機会増加を目的に三塁手へ、準コンバートされ、この年は、保守、三塁手、一塁手、左翼手で起用された。二軍では、規定打席不足ながら打率。300を超え、チームトップの9本塁打を記録した。2008年、5月31日の対。 千バロッテマリーンズ戦で一軍初出場を果たし、相川良次の故障離脱を補った。チームが最下位と低迷する中、竹山の活躍によって、チームの起用法を若手中心に転換させた。後半は、相川の再離脱も重なったことで、斎藤敏夫と併用され、シーズン33試合に出場した。2009年5月に、田代富雄が、 監督代行に就任すると即一軍に昇格し、新沼真次、西山田武氏との併用で、スタメンに抜擢されるようになった。途中加入したスティーブン・ランドルフとのバッテリーで、好成績を残し、最終的には、細山田に次いで、マスクをかぶり、自己最多の49試合に出場した。新沼や、細山田の盗塁阻止率が1割台と低迷し、球団ワーストとなる、阻止率。 181をマークする中、自身は273と守りでアピールした。2010年、開幕前に移籍してきた橋本進に次ぐにワンテホだったが、橋本の離脱以降は、前年同様に阻止率の低迷に苦しむチームに肩でアピールし、レギュラーを獲得した。チーム保守最多の95試合に出場したが、打撃面においては打率。 187と結果を残せなかった。2011年4月12日に8番、守として初の開幕スタメン入りを果たす。一時はセントラルリーグトップの盗塁リーズを誇ったが、打撃面は不調だった。その後は自身の不調や投手陣が崩壊した影響で7月26日に降格して以降は一軍出場がなかった。 2011年11月22日、後藤武俊との交換トレードで埼玉西部ライオンズへ移籍。背番号は52。西部時代2012年は5月にバセドウ病にかかり、治療の末に回復はしたものの一軍昇格はならなかった。2013年は5月15日の東京をヤクルトスワローズ戦で、西部移籍後初ヒットとなる2点タイムリーを代打で放った。 2014年は4月に代打で出場したが、その1試合の出場にとどまっていた。2014年5月2日、金銭トレードで中日ドラゴンズへの移籍が発表された。背番号は49。打撃は低迷したが、山井大輔やダニエル・カブレラなどを中心にマスクをかぶるなど、谷重元の松井雅人に次ぐ出場機会を得た。また、投塁阻止率は、 チームトップの412をマークした。オフに背番号を西武時代と同じ5十二に変更。2015年開幕から松井忠氏と併用で使われていたが4月18日の広島戦にダイソーとして出場した際に本類クロスプレーで広島の保守相沢翼と激突して足を負傷し担価で運ばれて試合から退いた。同月20日に 右前拒否人体の損傷と診断され、以降のシーズンを棒に振った。9月には、不祥箇所の手術を受けた。2016年、開幕1軍に入るもスタメン出場はなく、15試合の出場に終わった。2017年、開幕から2軍暮らしが続いたが、6月15日の埼玉西部ライオンズ戦で1軍に昇格。17日の西部戦で遺跡後初のタイムリーを放った。 以降は、田島真嗣などを中心にバッテリーを組み抑え保守として出場した。オフに、背番号を中村武志が現役時代につけていた39に変更。2018年は30試合に出場したが、打率1割未満に終わった。2019年は5月に一軍に昇格した。抑え保守として出場していたが、加藤匠場などの若手保守の台頭により、 出場機会は少なかった。8月に一軍登録を抹消されそのままシーズンを終えた。10月1日に球団から来期の契約を結ばないことを伝えられた。12月2日に自由契約公示された。2020年から中日の二軍バッテリーコーチに就任することが発表された。横浜時代の応援歌は2010年5月から若菜、吉原、秋元広作。 中村武志に使用されていたものが使われていた。これは中村を慕う竹山が自ら希望したことによる。なお、2018年から引退までの2シーズンは中村が中日時代につけていた背番号39を着用していた。ありがとうございます。